みなさん、こんにちは。いよいよ、レイヤさんでミュージックビデオを作成しようの最終回です。ゼロバジェット、ゼロ割りへようこそ。今回は、オブジェクトの動かし方を勉強します。そのため、必要なものは、スキャナ、背景の絵画、オブジェクトの絵画、写真とビデオ編集アプリのパソコン。さあ、始めましょう。まず、絵画をスキャンして、そして背景と、オブジェクトもスキャンします。デジタルファイルになったら、写真編集のアプリで、背景の絵画を開いて、新しいレイヤーを追加します。そして、同じアプリでオブジェクトのファイルを開いて、オブジェクトをトリームとトレースして、背景のファイルに移動して、オブジェクトと背景のファイルが一つになってから、セーブ。オブジェクトを移動するため、同じことを繰り返して、背景のファイルにレイヤーを追加して、同じものを別の位置に置いてください。今、5種類の異なるオブジェクトがある。次は、その5種類のファイルを編集アプリに載せて。ほら、動いてるでしょ？そして、最後は曲を載せましょう。これで、ミュージックビデオ作成完了。おめでとう。どうですか？簡単でしょ？皆さんの意見を実現できて嬉しいです。今はお金がなくても、自信とやる気があれば何でもできるよ。だからみんなも頑張ってね。ハッピークラフティング。